龍之介の長崎日和。今日はね、長崎にやってきたさ、お殿様の話をしてみようかなと。お殿様？うん。お殿様って、あれさ、その、各藩の。うんうん、藩主だ、藩主だ。藩主のこと？うん。だから、長崎には、警備をする藩が二藩。福岡と佐賀が毎年交代でずっと警備を受け持ってたよね。はい。したがってこの二つの藩主っていうのは当然長崎には顔を出してるわけなんだけれども、これはもう当たり前といえば当たり前だから、例外のお殿様がいるんだよね。そこ、その場所、遠い方ですか？別に警備を担当してもないのに、長崎にやってきたという殿様がいるんだよね。長崎は遠いですか、それ。ん？遠い。九州だね。ああ、じゃあ、まあ、外れを承知で言うと、秋月とか？ああ。あ、まあ、そこ近すぎ、あそこ福岡の審判っていうかね。はい。関連の、ね。というのはちょっと小さい。うん。島津とかなんとかではないでしょ、しかし大きい藩。一番大きな島津ですよ。島津の、うん、殿様が来られたんですか？そうなんです。いや、もう初耳、本当に。いつ頃？18世紀の終わり頃、1771年かな、うん、要するに、最初から話せばね、彼は別に長崎警備を担当していなかったんだけれども、長崎にどうしても寄りたい。参勤交代のね、帰りの時にね、わざわざ将軍に願いを出して、かくかくしかじけて、どうしても長崎見たいから許可を与えてくれと言って、一回だけなら許すって言われてね、島津といえども、うんうん、お伺い立てなきゃいけないんですか。もちろん、もちろん。大変ですね。将軍強かったんだよ。はあ、そうなんですか、うん。寄り道できないわけですか。そう。勝手にさ、そんなことできない、ね、はい、うん。この人はね、島津といえば一番有名な幕末のね、うん、成明、こうなん、写真も撮ってるんだよね、初期の。はい、残してるでしょ。あの人でね、よくテレビドラマにも必ず出てくるんだよね。西郷さんを見つけるしね、西郷を引き上げたのは、成明公だしね、はいはい。この成明公の、ひいおじいさんなの。で、名前がね、重秀って言うんですよね。重秀。うん。非常に難しい感じで、ね、茂は普通の重なるなんだけど、はい、秀っていうのがすごく難しいね。豪傑の豪。茂豪と読む場合もあるけどね。はいはい、この茂秀っていうお殿様について話してみようかなと思うんだよね。この人が子供の頃だね。まだ10歳ぐらいの頃に、実はほら、一度、秋山さんと話したことがある。幕府がさ、薩摩にさ、治水工事命じたよね。木曽川。あれ大変な難工事をさ、押し付けてるんだけれど、うん、まあ、嫌がらせよね、言ってみたらね、大半に対するね、幕府の。消耗しますよね、あれ。そう。あれ、ほんと悲劇でね、あれ掘り起こした小説家がいたでしょ。杉本その子っていうのか。あの子、そうですか。うん、その小説で有名に一般にこう普及したのよ。それまであんまり知られてなかったんだよ、うん。大勢の人が切腹してね、責任取って亡くなって、うん、最後にようやく完成するんだけれども、完成してからもまた一番上に立ってた人が切腹して亡くなるっていう、そういう悲惨な事件なんだよね。うんうん、その事件をね、この重秀さんは子供の頃にね、お父さんと一緒に見に行ってるんですよ。木曽川まで。うん、まだ実際頃の子供の頃。
まあ彼がその時何を見て何を感じたかというのは一切記録はないけれども、その現場に行ったっていうのは実際頃の子供にしてみてはすごく強烈な印象だよね。でしょうね。うん。で、なぜ我が藩がこれをね、受け持たされたのかとかいう、うん、子供なりにいろいろ感じるところがあったと思うよ。うん。うん、で、まあ彼は成長するに従ってね、すごく好奇心のある人でね、何でも学ぶんですよ。そしてそれいろいろ学んでるうちにね、長崎が生んだ天文地理学者、はい、西川助研、この人の本と出会うんですよ。この人の本は当時世界地理をね、ご紹介した本なんだけど、それにものすごく興味惹かれてね、で、海外に目を向け始めるのね。そして、オランダって、その頃まあ海外と言ったって、まずはオランダが一番身近なんだけど、オランダと隣の塔だね。これが開通諸行の中の大部分を占めるんだけど、その本を読んですごく興味を持って、オランダ語に興味を、オランダ語を学びたいと思い始める。うん、あと中国語。ほんでね、中国語はね、参勤交代の帰りがけにね、京都に寄るんだけど、京都の、禅寺、長崎から行ったぜ。よろずっていう、万がつくお寺が、大きな。万福寺。万福寺。はい。大きなお寺だよね。はい、はい。あそこはね、あそこの境内はね、もう、中に入ったら中国だというぐらいね、中国語が幅を利かせてたんだって。インゲンさんのお寺です。その通りです。インゲンさんの。そこで中国語を学ぶのよね。そして今度、オランダ語の場合はさ、やっぱり長崎にいる人間しかオランダ語は喋れないから、通詞なんかに目つけるんだよね。うん、オランダ語、若い頃からね、興味持って学ぶ。ほいで、その知識がこう、膨らんできて、とうとうある時、もう、いても立ってもたのもあらず、長崎に、自分で足を踏まないともう気が済まなくなってくるわけ。で、1771年だっけ。家来を連れてくんの。帰りがけだから。それ参勤か、大所帯でしょ？千人超えてるって。千人？うん。千人です。千人超えてんのよ。いや、僕、せいぜい100人ぐらいだと思っていたんですけど。参勤交代ってそんなに、うん、それ記録にちゃんと残ってるから、間違いないのよ。千人ですか、うん、でね、僕ね、ちらっと読んだことあるんだよ。桜浜の前のシーボルト通り、はい。あそこを歩いていってね、中学校の入り口かな。そこにちょっと説明板があってね、島津の殿様が来た時に、ここもその宿泊所の位置。一箇所になったと、うん、そういうことがね、今でも書かれて残っているよ、あそこ。桜馬場のところ。桜馬場。はい、はい。うん、残ってる。ほんでね、重秀地震、殿様地震がどこに止まったかと。これも分かってるね。うん、これはね、昔ここに薩摩屋敷がありましたって書いてあるよ。銀行かな、今な。あ、ありますね。東京三菱 UFJ 銀行になった、うんうん、昔の旧ね、東京銀行だったんですよね。あ、そうなの。東京銀行長崎支店だった。あ、そうですか。周り市場とか割と立て込んでるところですよ。そうです、そうです。車スーッと入れなくて、うんうん、はい、結構広い一角なんだ。薩摩屋敷だったですね。うん、あそこが薩摩屋敷。はい、あそこに殿様が入ったらしい。だから、あそこら辺歩いてるはずよ。しげしげさんは。そしてね、滞在期間がね、またね、長いの。3週間ぐらい泊まってんの。3週間 ?1000 人連れてよ。あと、寺町のほら、お寺さんはみんなもう、別れて泊まってるに違いないんだけど、
とにかくその間長崎の人はびっくりしたと思うよ。じゃあ、まあ長崎も江戸散布なんてのはありますけれども、うん、よその殿様が来られると、うん、で長刀流ってことはあんまりないかもしれないですね。当時の千人って人口からしてもすごいですよね。すごい。すごいですよね。だからこのことね、相当長崎にも影響を与えたし、薩摩の人々も長崎から影響を受けたはずよ。で、その時にね、通事としてはね、吉尾興業がトップの頃かな。松村元綱っていう人なんだけど、はい、南伐の松村をヘッドハンティングするんだな。うん、その島津の方に来いということですか。でこの人は地位が今言って南伐で高かったからね、実際にね向こうに行ったのはね、その次の人でね、堀という通事がいるんだ、うん、この人が、あのこの人はもう後半生はずっと薩摩、そうです、うん、これらのね通事とのネットワークもその時作るんだね、うん、しっかりと、うん、そして出島にも入って、うん、召喚帳ともいろいろコネを作るわけ、うん、なかなかね抜け目がないんです。船に乗ってね、オランダ船まで乗ってるんだから。そうなんですか。ものすごく好奇心があるんだ。もう普通、波の、あ、こういうね、オランダ大好きのね、殿様のことを、乱壁大名って言葉があるんですよ。乱壁？うん。乱っていうのはオランダの草冠の乱に、壁っていうのはね、癖。壁ってね、癖。乱壁大名っていう言葉があるのよ。そうなんですか。この最初の乱壁大名こそが、島津のこの重秀だったんだ。はあ、そうなんですか。うん。で、彼が出てきたおかげで、これ、伝染病じゃないけど、乱壁大名があちこちに出てくるんだわな。いわゆるオランダマニアみたいな。その通り、その通り。もう、外国渡りの珍しいものをどんどん買い入れるしさ、うん、もちろん言葉も興味持って勉強するしさ、でね、息子がね、重秀の息子が奥平正隆っていう人がね、養子で行くんだ、出て行くんだね、大分の中津藩。中津藩の殿様はね、重秀の息子なんですよ。そうなんですか。したがって、あそこからね、ずっと後になったら、慶應を作った福沢諭吉出てくるし、それから解体新書、はい、ね、作った時のメンバーの一人、前野良拓っていうのがいるけど、これ奥平の殿様の下のお医者さんで、奥医師。非常に頭がいい。でも、お前さんもオランダ語を学べという言われるわけさ。で、長崎に行かされて、前の良拓長崎でね、解体新書の元になるオランダの本を手に入れますよ。これね、当時ね、目ん玉が飛び出るくらい高い本ですよ。それをね、殿様が買わせるんだから。その解体新書の元になった本が長崎にあって。うん、うんうん、オランダ人が運んできて、うんうん。で、江戸に帰って。何冊もないですよ、しかし。あ、そうよ。あとね、杉田玄白が持ってったね。で、二人で一緒に見、ね、会合するところでこう見て、二人でこう見、同じ本だって気がついてさ、で、この本は実にもう詳しいな、この、今見た通りのことが書いてあるって、二人でびっくりして、それじゃあこれ翻訳しようじゃないかって、こうなるわけよね。解体新書っていうのはね。それから時間を何年かかったかな。もう、一つ一つ単語をね、単語の意味を調べ
ることによって少しずつ解読していくんだけれども、その推進役を受け持ったのが前の良宅ですよ。つまり、薩摩の島津重秀がいないと、こういう流れも生まれない。で、その後、福沢諭吉も出てこないよ。乱壁大名の代表的なのがね、その中津とね、あと福岡にいた。これもね、自分の息子がね、黒田ね。はい、黒田の殿様になる。乱壁グループがしっかりとここでね、九州を抑えてた。それで、この、重秀という人はね、すっごい長生きしたの。結果的に、シーボルトとも出会ってるしね。そうなんですか。シーボルトと出会った時には、ちっちゃな、成明を連れて一緒に行って、ところどころオランダ語で話したって言うんだから。どこで？ほら、東京の大森かな。はい。うん。こう、別れるところがあるんだけど、見送りに来て。うんうん、そこで。それ、江戸散歩の時に、ね、そう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 。そう、偶然とはいえ。あ、偶然じゃないでしょ。もう前もってちゃんと打ち合わせして、うん、セッティングして会うんですよ。そうでしょう。うん。それからね、子供、今子供の子話したけど、娘もね、重秀の娘が一人ですね、将軍の御台所になるの。将軍の御台所、薩摩からの御台所って有名な人いるでしょ。もうそれ幕末になってね。まあ例の大河ドラマになりましたね。そうだろう。あの人ばっかりみんな注目するんだけど、はいはい、実は重秀で同じことやってんの。ああそうです。自分の娘を将軍に立つが、結果的にそうなるんだからね。そうなったらね、将軍家のお台所の学校父上だからね。これは相当ね、幕府に対してもね、負けないほどの力を持つようになるんだな。そうですね。うん。そういうことをだから薩摩って二度もやってんだよな。抜け目がないですよ。うん。本当に抜け目がない。しっかりしてる。うん。重秀は、ね、いろんなものに興味を持ってるのは当たり前なんだけど、なかんずくね、鳥を育てるのがうまかった。あ、そうなんですか。うん。鳥。うん。それも、そんじゃそこらのさ、山に行ってと捕まえる、そんなんじゃなくてさ、オランダ人から購入するような高級なカナリアをはじめとして、もういろんな鳥をね、繁殖させるのがうまかった。へえ、そうこれは相当の、本物よね。うん。繁殖。うん。増やしてった。そうそう。そして一度話したけど、シーボルトから剥製の作り方も教わった。鳥の剥製、これも重秀やってんだよ、うん、そういう関係があったからね。今度は黒田の殿様がね、やっぱり鳥好きでね、ずっとなしになるけど、明治になって日本野鳥の会というのが作られるんだけど、その時のほら、上の方のスタッフになってるからね、黒だけから。野鳥の会のなんか、総裁みたいな。そうそうそう、そういうところにこう、顔を並べて。中西後藤さんとかね。なんかそういう野鳥の会って言うとね、うん、なんか一般の人から見ると、うん、なんでそんなことやってんのっていう感じですけれども、うん、やっぱちょっと、いわゆるその、ちょっとね、ハイソサイティの、あれなんでしょうね、それ、ね、そういうことですよ。うん。で、それはずっとまた続いてますからね。うん、ほんとね。うん、今も、ね、あるからね。重秀喜んでるだろうな。じゃあ、珍しい鳥を飼ったりとかっていうのは一つの、なんか、そういう権力者の一つのアクセサリーとして、うん、楽しみ、ね、役に立てたのかもしれないですね。ね、この人はね、89歳に生きてるの。うわ、そうですか、当時。当時。でも、自分の健康法に自信持っててね。うん、とにかくね、世の中のことってこう、特にああいう上に立つ人、忙しいじゃない？次から次から追いまくられて、もう自分を失ってしまう。そういう中にあってね、世の中のことを
パッとね、忘れることが大事なんだって。ああ、なるほど。自分がね、鳥を飼うのがとっても好きで、うんうんうん、鳥の鳴き声なんかを聞くと、もうね、世の中のことを忘れてしまう。そうか。気分転換が必要だった。そう、そう、今の言葉で言えば。それで著名だった。シーボルトがね、出会った時のことを残してるんだけど、その頃かなりもう80ぐらいの年だったはずなんだけど、とっても若く見えて、自分の目には65ぐらいに見えたって書いてるもんね。実際だから彼は、あの、重秀若かったと思う。元気だったんだな。まあ、書いてる。元気だったと思う。健康だったと思うんだ。残ってる、残ってる、それ。その箇所。それは、シーボルト日記の中に出てくるってこと、うん、そう。あの人もまめに書き残してるから、出てくるんだよ。そうですか。重秀が。もう、楽しみにしてたのよ、二人とも。あの、親子が。うん、うん。そうそう。なんだろう、ね、漢字のね、乱に、癖、癖、うん、変わった言葉だよね。そうですね、癖ってね、まあ一度聞いたら覚えるけどね。乱的ね、うん、もうね、オランダ大好き大名ですよ。あとね、有名な人だよね、日本海の方の靴木っていう家があるんだけど、この人も乱的で有名でね、この人はね、僕はどうして覚えてるかって言ったらね、この人はね、気球、人間が空を飛んだというニュースにものすごく最初に飛びついてきた人。そうなんですか。それでね、外国のね、コインを収集してね、外国のコインをよ、鎖国の中でよ、で、上から目、ほら、そういうの嫌いな人いるから、しばらくさ、遠ざけられたりしてるんだけどね。それくらい乱壁に大名がいたんだ。そうですか。うん。靴木綱政かな。空が、空を飛んだっていう。飛んだニュースもね、いち早くね、察知してね。普通の人はもうね、うん、日々の暮らしでそれどころじゃないのに、うん、その人。そうですか。うん、乱壁大名って面白いんだよ。変わりもんで。まあ、結構、いらしたかもしれないですね。うん。うん、いたと思うよ。うん。うん、特に日本にないものだし。うん。だお金がかかんだわ。お金はかかる。うん。お金がないと。でも新しいもの好きのね。うん。人、お金も出せるって人は、やっぱりそれはもう、どんなあれを、でもやっぱり手に入れたと思うんじゃないですかね。うん。うん、もしかしたら長崎にあんまり残ってないっていうのはその辺に原因もあるかもしれないですね。そうね。そういう小塚の人がまあ、漁ってしまって。もうね、ほら、薩摩っていう場所はさ、ジャカルタからさ、オランダ船がやってくるルートを考えてほしいんだけど、だいたい台風が来るルートなんだけど、ね、そうするとね、薩摩の沖を通るんだよな、うん、そうですね、沖縄を通過して ね、もう沖縄もさ、実は、薩摩が抑えてたじゃない。うん、いろいろ抜け荷をやってるよね。もう抜け荷はもうすごいですよね。そうなのよ。いやいや、それ分かってんな、話は早いんだけど、要するにね、彼がなぜ長崎に立ち寄ったか、これはね、はっきり言ってね、絶対抜け荷の話が交わされたと思うよ。オランダとの間で。うん、あの召喚状。
うん。で、どうもね、幕府の方も、これを察知したらしくてね、近藤十三という男もね、まだ二十幾つの若いやと。まあ、探らせるんだね。隠密っていうのかな、あれ。そうですね。うん。澄ました顔で入れてさ、実は探らせるわけさ。この近藤十三っていう男は後ほど大きくなって、後の話だけど、エトロフ北方領土の、はい、あそこに渡ってってさ、ここは日本の領土だってドーンと建ててんだよ。それで有名。あ、そうなんですか。うん。探検家でもあるんだな。だから体が頑丈でないとそういうことできないよね。うん、しっかりしてないとね。その日が経ってるのかどうかすごく興味があるんだよね。どんな日なんでしょうかね。で、その近藤十三がね、確かにその、証拠をね、ある程度掴んで江戸に帰るんだよ。あ、ちょっとその、オランダ人との接触でもって。松岩町と重秀との間で、薩摩の沖でね、船一艘分、取引しようじゃないかと。このはっきりした証拠を掴んで、江戸に帰るんだよ。あ、そうなんですか。うん。いや、でもこれ、もし、実際にそういうことがあって、それ白日元にさらされたらもう大変なことでしょ。大事件ですよ。もうオランダとのね、交易ももうすっ飛ぶぐらいの大事件になる。いや、それはもう大変なことになると思う。でもそれ、でも命がけってことだから、うん、島津の方も相当な覚悟でね、もしそういう申し出をしたんだったら。だってさ、乱匹の大名だから、いろんなことにお金使ってさ、もうさ、負債が積もり積もっていくばっかりでね、うん、これを何とかせないかんとは考えてたんだよね、きっとね。うん、そのためね、最も手っ取り早いのはやっぱり、そうですね。これ、それだからさ。もちろんそれ中国とは、やっぱりそれ実績というかな、うんうん、実績というとあれですけど、うん、密貿易は地方代だったから、そうそう、ボーノツとかのあたりはね、もうすごいですよね、うん。だから今度はオランダともやろうということさ。うんうんうん、その時の変、召喚長の名前がヘンミーというんだけどね。はい、で、この人がね、多くの召喚長が江戸散歩をやったけれども、旅仲間にして命、果てたのはこのヘンミー一人。ええー、そうなんですか。江戸には着いたんだよ。うん、帰りがけにね、掛川かな、はあ、東海道の、うんうんうん。そこで亡くなってる。ああ、そうなんですか。じゃあもう半ばで亡くなってしまう。ちょっと珍しいですね、しかしね。これがね、謎なんだよね。何でしょうか。そんな大きい宿場じゃないですよ。ああ、そうか、はあ。別にそこを目指してね、知るって、うん、そんなあれ、偶然そこで亡くなったんだよ、うん。もうね、江戸にいた頃からね、あ、出かける前からね、体調が悪いからね、江戸散歩勘弁してくれってね、願いを出すんだよ。はあ、将軍に、うん。ところが将軍は、さっき言ったせいである程度事情知ってんだな。うん、薩摩と取引しようとしてるの知ってから、許さん、必ず来いと言われて、何ヶ月か遅れでね、あいきといきで江戸に行くんだよ。そうですか。で、帰りがけも、やっぱり命が悪くてね、ばったり亡くなって、うん、あそこの掛川のね、天然寺かな、はい、お寺さんにね、はい、今でもね、寝墓がね、作ってあるんだよ。そうなんですか。うん。ヘンミーのために。まあ、それは大事件ですよね。その土地の人にとってもね、これはね、うん。でさ、彼がなぜ死んだか。まあ、ちゃんと病、石がついていくじゃない、はい、はいはい。で、石の診断は、病気にしてあるんだけどね。なんとか。胃の病気かなんか。でもさ、歴史好きの、こう、んってこう、へそ曲がりはさ、この症状はナポレオンのね、うん、亡くなった時の症状によく似てるぞと、こういうのを調べるわけよね。ナポレオンってさ、セントヘレナで流されて死ぬんだけど、うん、ヒ素を飲まされたという有名な説があるんだよね。うんうん、
盛られたと。ああ、もしかしたら、その、まあもちろん道中消耗させるっていうのもあるし、うん、ちょこちょこそういうのを盛られて。そもそもね、その、体調が良くないと言った頃からもうさ、盛られてたはずよね。もしそういう説が飛んだ。それをまあ無理して江戸まで行って、そのもう帰りはもう長崎まで持たなかったということなんでしょうけれども。不思議なのは彼がこう、変味がなくなるでしょ。そしたらね、待ってましたと言わんばかりに、それってんでね、身の回りに持ってた、あの氷なんかが全部調べられるわけさ。そういうのってさ、本当言えばさ、掛川から江戸はある程度距離あるわけだから、いちいち幕府の屋外を立てないとやれないのに、パッとやってるわけよ、すぐ。変味がなくなったらすぐ調べて、ガサ入れが入ってるわけ。これまるでもう彼の死を予言していたような調べ方、取り調べ方ね。非常に謎めいてるのよ。で、そこの中から書類がやっぱり出てきて、薩摩と、長崎と薩摩を取り持つ通人、はっきりこれ残ってるんだけど、この人の名前が浮かび上がってきて、その年のクリスマスの日に、その通詞をね、捕まえて、市内をこう引っ張った、さらした挙句に、出島の前の広場で、斬首かな、殺してるよ、とにかく、その通詞を。それは、もう確たる証拠があった上での。そう、その書類の中に名前があった。そうですか。厳しいですね。まあ、ね、今の感覚で言うと、弁護人が立ってですよっていうことだけども、これはもう、なんというか、まあ、すごい強権国家的なね、やり方。幕府がなぜそういうことをしたかってね、それはさ、出島の前で やるということに意味があって、出島の通詞たちと、オランダ人に向かって、もうこんなことをすんなよと。見せしめな。そう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 。そうとしか読めないよね。まあ、ちょこちょこそういうふうなことはあったんだけれども、証拠掴んだらもう、すごい強権振るってそれをやってしまう。で、その時にもう一人ね、大物通詞がね、出てきて、彼がさっとそれを機会に姿をくらますんだよね。それがさっき言った堀という通詞なんだよ。大通詞だったよ、確か。いなくなる？パッと姿くらます。それ以後出てこないんだよ。で、名前をちょっと変えたりしてね、薩摩で彼が生きてたっていうのが後々わかるんだけどね。つまり薩摩に逃げたんだ。はっきり言えば。そして薩摩が彼を保護したんだ。かくまったわけね。だって、オランダ語はペラペラだし。沖でね、薩摩の沖で密輸をするとすれば、どうしても必要でしょ？だから大事にされて、かくまって、もう彼は長崎にはもう戻ってこなかったんだけど、でも生きてたのは確かだよ。ああ、そうですか。あれ、薩摩にとってもね、ちょっと命がけなかくまいだと思いますけどもね、薩摩って結構大胆ですね。その通りよ。その、特にこの重秀からね、始まるのよ、それが。だから、いわゆる徳川に対して、なんかあったら、こう、下手に出てはいるけれども、そうそう。その、だから、徳川からしても一緒に監視すべき。そう。ということなんですね、島津ってところがね。例の有名なドゥーフっていうズーフね、あの、オランダ小官庁が、長い間、バタビアに帰れなくなって、出島に閉じ込められたんだけど、その時に、その時間をフルに活用させて、辞書を作るわな、日報辞書をね。あの時に、ああいう時にさ、使う紙ってさ、そんじゃそころの紙じゃないんだよね。高級な紙？そう、高級な立派なね、鳥の子牛って言ったら、鳥の子供って、鳥の子紙っていうのかな、
もう高級な和紙なんですよね。そうなんですか。それをね、ドンとね、ドゥフにプレゼントしたのが重秀なの。そうなんですか。そうなの。ちゃんとした紙が欲しいと。うん。そしたら、じゃあ用立てようと。それはね、通じを通じてね、うん、もうしょっちゅう危機があったはず。あの、貿易を通じてね、島津が、例えば新、あの中国から仕入れた品物を売るにしても、出島で売るのが手っ取り早いんだ。買い手が一番すぐに着くから。長崎は大のお得意だったんだな。島津の交易品を売買する。だからもうこれでかなり相当密接に手を繋いでたはずよ。通詞を含めてよ。長崎のオランダ通詞を含めて。長崎会所の人々、通詞は会所と通じてるからね。だから長崎の経済は、薩摩の経済と密接に繋がってたはずよ。アタゴってところがありますよね。うん、それから、タガミを抜けて、タガミ。モギに。はいはい。モギは港町ですよね。はい。そこから天草。はい、そうです。それから、鹿児島、うん。薩摩って近いんですよね。近いね。あの、なんだっけ。この間雨がたくさん降ったね。八代とか。あそこら辺もう、あの、天草からすぐなんだ、ね。すぐなんだ。すぐなんですよ。うん。で、確か、くんちの名残もあんだよね、八代に。そうなんですか。うん、長崎のくんちの名残が。そうなんだ。いかに近いかよね。いや、近いですよ。うん。人の行きもね。うんうん。そう。盛んだったはず。だと思うんですね。うん。今とはちょっと想像できないぐらいね。うん、車ではね、ぐるっと回りますけど、ね。うん、回るんだ。昔はね、あの、船だったから。長崎に九州商船っていう会社があるでしょ。うん。古式島か。違うの古式だ。古式島。難しい感じのね。それで、阿久根から、古式島の船の、うんうん、もう前はね、九州商船、商船が持ってたんですよ。うん、それで九州商船はね、他にも、鹿児島とね、奄美か、あの辺りを結ぶね、路線もね、昔持ってたんですよ。だからすごくね、薩摩とね、長崎はね、昔から海運ではね、すごく繋がってる。繋がってるんですよ。今、海運の権利っていうのは、そうそう動かないんですよね。そうなの？うわ、もう今でもすごいですよ。この路線。路線は、まあ、うん、河川化するっていうのに関して、うん、よそから入れないです。そう。ええ。すごく厳しいです。へえ。だから、鹿児島と長崎っていうのは、海運を通じてもですね、うん、近いんだよね。昔からね、すごくね、結びつきがね、強い。確かに。それと、南国食産って会社がありますよね。はいはい。あんまこんな、私企業のこと言っちゃいけないかもしれないけど、そこも、長崎バスとものすごくね、結びつきが強いです。そういえば、そうだ。海運は特にね、昔からすごく。密接強かった。重秀さんの時代からぐっと密接になったなら、きっとな。うん。だって、僕、割と、高台に住んでますけれども、はい、望遠鏡で見ると、種子島のね、ロケットの発射があるでしょ？よく宇宙センターっていうのがあって、打ち上がられると、その、ロケットの軌跡がね、こう、あれしますよね。見える？見えるって。僕は見たことないんですけど、同じ団地にね、あれしてる。見た人いるの。見えたという人。ちょっと高台に行ってね。うん、見えるかもしれないな。望遠鏡をね、あれするとね、うちの団地の方が見えるんだ。音楽的にね、地図で見えるんだってね。天気、うん、天気が良くてね。へぇ直線ではね、結構過去、うん、薩摩って長崎と近いですよね。うん。さっきさ、古式島の話が出たけど、はい、古式って知ってる？難しい字がちょっと書けないですよ。うん、難しいですよ。で、物知ってる？さすがに知らんだろう。物なんですか？うん、古式って道具なんだけど、台所の。台所道具？昔のへっついてわかるから、うんうん、こう壁でこう、な、はいはい、焚き木を下に入れて、上にお釜をこう、はいはい、入れる穴が開いててさ、はいはい、ああいうところにこう、なんていうの、こう、あそこで使うその古式なんだよね。こうね、いきなりこう飛び出てるの、こう、はい、
うん。で、なんか水を入れてこう、蒸すのかな。そういう台所の道具なんですよ、古式っていうのは、もともとが。ああ、そうなんですか。うん、で、あの、模擬に行く途中から道が分かれて、古式岩って聞いたことある。古式岩ってありますね。よく、あの、遠足のね、古式岩って。ああ、そうなの。行ってた。行ってましたよ。あそこの、ポコって出てるでしょ。古式岩ってのが、なんかあってね。うん、岩が。ポコってね、いきなりポコって出てるはずよ。うん、いきなり、な、まあ、岩ありますよ。うん。大きな塊のね。そうそう。それがポコって出てるはず。古式岩ってある。それをね、昔の人は、あの、台所道具の古式に見立てた。ああ、それで古式岩。うん、それで古式岩。字は同じですよね、古式岩。同じ同じ。今、古式岩はほったらかしにされてるね。あん、だからまあ昔はよくね、行楽っていうか、うん、言ってたんですけど、今はあんま立ち寄る人いないですね。うん、いや、はっきり言ってあんまり何もないんですよね。原っぱで。原っぱで、うん。まあ今の人が楽しめるようなのはあんまり、以前とだいぶ整備されましたね。綺麗な、うん。昔のさ、長崎名所図絵って、あれには必ず出てくる。出てくる、うん。ちょっとダイナミックなね、岩肌が壊れしてね。そうね。実際そうなのかなと思うんですけど。昔の人と歩いて行ってたんですよ、あそこまでね。大変なことだと。遠いよね。遠いですよ。バスもないのに。どこに行ってたんですか。歩くしかないよ。歩いてって、ああいう感じだから、いやー、着いたな、という感じで。元気だったね。元気だった。でも、もっと近場でもうちょっといいとこあんのにとか思ったりもするんですけど、もしかしたら、その、長崎の人ってまあ、町があって、うんうん、田舎への憧れとかってあったかもしれないですね。うん、まあ当時は日本の有数の大都会でしょ、その密集して、そのなんかもう町のカラフルさといえない、うん、大都会の体だから、うん、それからするとやっぱり郊外のね、雰囲気とかっていうのは憧れることもあったかもしれないです、ね。そうね。遠くてもちょっと一日がかりでね、うん。ハイキングですね。ハイキングね。はい、そうか、長崎と薩摩ってね、うん、結構結びつきがね、そういうことですね。昔から強いと思う。それも、うん、まあ貿易とか、うん、金絡みでもね、かなり。今でもっていうのが分かった。かもしれないですね。好きが高じてね、うん、まあだから、まあでもそういうのがこう種をまいたっていうことはあったかもしれないですね。まあ中津とかね、うんうん、そういうところでね。うん、だからね、あの成明もさることながら立派な人だったには間違いないんだけど、その彼のひいおじいちゃんのね、うん、重秀という人がね、うん、覚えててほしいお殿様の一人よね。そうですね、うん。特に長崎の人はね。うん、うん、だって1000人連れて入ってきたんだよ。3週間ステイしたんだよ。そう。この大規模なことをやってのけるっていう。うん、そう。当時大変なことだったと思うんだもん。ところはもうまあ嫌がるでしょ。そんなそう簡単には。一回なら許すと言ったって。この強みもやっぱり娘をね、嫁がせたというそこらに繋がっていくんだよな。うん。でしょうね。普通だったらもうダメだっていうとこだと思う。そうですよ。出島に入り、フロンダ線まで乗ってんだからさ。うん。うん。けしからんことですよ、幕府から言えば。徳川にとっても、まあそれくらいのことはするだろうという予想のもとにね。そうやね。うん。そうですよ。
でも許さざるを多めに見ないといけないということで、うんうん、政治力がね、徳川まで働いてたってことなんでしょうね。おそらくね、うん。それ以上目立ったことをしなければ、まあよろしいということなのかもしれないけど。で、今の感覚でいくと、多少の寄り道とかね、うん、例えば、山陽道を通るときに、厳島神社を見るとかですよ。それくらいは許されてたと思うんですけど、九州に入って、長崎経由で帰るっていうことは、そうそうそう、まあ、まあ、ちょっとした迂回にしてもね、うん、かなりこれはね、大胆なことだったんですね。うん、そうだね。家来を連れてきたっていうんだろうね。そのスタッフ何人か連れて自分だけくらいともかくさ、1000人超えてたっていうのは、長崎の人がびっくりしたんだと思う。そうそう、泊まるとこないわけだし。うん、ね、いや、でもまあ、その、当時の殿様っていうのは、例えば、秘密日にどっかのところに行くなんてことはできないでしょうか、ね、うん。できないね。そうですか。うん、今のテレビドラマのね、うん、あの、時代劇なんか見てると、結構お気楽に、どっかのお殿様がね、なんか白い馬に乗ってね、あちこち行ってるから。白い馬、目立つね、それ。いや、当時はやっぱりそれは全部、お上の伺う立てないといけないような感じですよね、うんうん。そうよ。うん。そんな意味で日本とか中国は、ピシッとまとまってる国だったんだよ。うん、今の言葉で言えば法治国家になるんだろうけど、うん、ピシャッとしてたんだよね。うん、組織が。オランダのバタビアなんていうところはもう自分たちのもう好き勝手してるのだからね。そうそうそう。うん。うん、それができないのよ。植民地にしてしまった、うん。そうそう。向こうじゃもう偉そうな顔して歩いてんだけど、出島に入ったら、はいはいはいって言ってね、土下座さ。うん。180度態度変わるんだ。強いんだよ、日本は。島津のお殿様は、うん、多分その、江戸にね、行く。っていうね、それは一つの大義がありますからね、うん、でも主な目的はね、長崎に寄ることだったのかもしれないですね。ものすごく楽しみだったと思うよ、重秀、うん、にとってみたら、またそこからいろんなこと吸収したし、またコネもつけたし、もう3週間だからね、かなり長いからね、うん、しっかりと結びついて後で帰って行ったと思うよ。しっかりとね、うん。うん。そういうのが明治維新のね。うん、そうそうそう。だったんでしょうね、結局そうなんだよ、うん。繋がっていくんだよね。うん、明治、そう、幕末って言ったら今度はグラバーさんが出てきて、ね、薩摩とピッシもう密接に繋がるでしょ。うん、がっちりとね、武器のことで。なん本当面白いって、鹿児島と長崎の関係って、うん、あんまり長崎の人も話題にしないね。まあ明治以後それの辺がまあ全部のその中心がね東京に移ってしまったし、そうだね、むしろ薩摩の人ももうこれよとばかりにも東京にぐわっと行って牛耳ってしまったから、ってね、うん、もう。おいこらね。そう、おいこらになってしまってるから。じゃあ、いわゆるその、薩摩コネクションっていうのかな。うん、それはまあ、江戸時代通じて。に気づかれた。うん。最初のきっかけ作ったのが西川受験っていうのも面白いなと思ってね。そうですね。うん。茂秀の目をね、海外に向けさせた。うん、オランダは中国語にね、うんうん。これが長崎の西川受験だったというのも、うん、面白い話だなと思う。薩摩はその中国との貿易というか、うんうん、そのまあまあ密貿易ですね。でそういうので貿易のねそのがいかにその富をもたらすかと知っていますから、長崎でやってるそのオランダ貿易っていうのをやっぱりねこうある種嫉妬の目でね、これはまあ公的な貿易だから文句の言いようがないわけなんですけれども、ね、なんで長崎だけがねこれを享受していて、
ね。自分たちはこれに、ね、うん、小さいあれに甘じてなきゃいけないのかっていうことは、常々ずっと感じていたことかもしれないですね。そうだね。だからまあ消費者としての長崎ってことで、うん、自分たちの商品を売るとかっていうことしかないわけなんですけど、うん、とにかく今日の長崎からちょっと想像つかないね。近世の長崎っていうのは。うん。全く別物よ。うん、それぐらいなんか徳川から管理されてた町ってことですよね、長崎はね。でもやっぱり幕末になってくるとそういうその揺るがすような藩があっちで出てきこっちが出てくるんだな。うん、長州だって相当やってらっしゃるもんね、三井はな。日本海、向こうか、ん、やってると思う。それからあの加賀、ああいうところもそうですね。松前藩なんかね。うん、松前、あれ北ね。うん。あれはロシアとのね。ロシアとね。うん。そうそうそう。松前藩のね、大きいね、倉庫がね、うん、もう明治の初めぐらいに、ね、小曽根町にありましたよ。すごいでかいんですよ。ほんと？すごいでかい。びっくりした。松前藩の。松前藩。それは初耳。写真にあります。はぁ、へぇ。だから貿易でのね、そういうのこう貿易の甘みを知ってる藩っていうのは取りも直さずね、やっぱりまあバッとこう進出するんじゃないですかね。あのあれが徳川の首輝きが解けたらね。そうね。そう、あの写真はね残ってます。うん、大きいですよ。あ、すごい。へえ、松前はね。へえ。また松前とね、鹿児島とか、これまた薩摩が、これまたつながってんね。北前船で。北前船で、ね、うん。東、北日本のね、あの海産物を積んでね、日本海をずーっと下ってくるでしょ。と、本当の行き先は、瀬戸内海通って大阪なんだ。日本の台所の。うん、ここでも荷物を下ろす。これが正式のルートだけど、通り過ぎて、薩摩まで行って、海産品をね、おろすという、これも、これを今度は薩摩が今度は沖縄を通して中国に流すんだよね。うん、これももう、有名な抜け穴というか、うん。あの中国ってね、大陸でしょ？なんか昆布がものすごく体にね、あれ海産物でしょ。あれをね、陸のね、海に関係ない人々がすごく求めた、需要があったんだって。これはね、薩摩を通して、沖縄を通して、中国に流れてた。あ、そうですか、うん。もちろんね、それは昆布だけの関係じゃないですよね。その情報とか何とかも行き来するわけだし。うんうんうん、あとなんだっけ、仙台あたりの名物の、干した、あわび、ね、あわびじゃない、干しあわびって、え、干しあわび、乾燥物。中国料理でよく使うんだよね。それはあわびじゃないですか。あわびかな、干しあわびかな。ぺちゃんこにこう潰してね、うん。え、そういうのも、うん、そういうのも北前船で結ばれてた。はあ、そうなんですね。うん。管理しようったってなかなか、当時のことだから、うん、ピシャッとはいかんね。ちゃらいかないです。流されましたとか言わせずすぐすぐ。まあ、沖合でいろいろやってればもう分からないですもんね。分かんない。それはね、うん。竹島なんていう島は相当それ利用されてたみたいね。あ、そうなんですね。うん、中継地として。お互いに中継地で都合が良くて。ああ、そう。当の昔からその密貿易っていうのはもうね、うん、一番美味しいあれなんじゃないですかね。うん、そうだね。これ、ここに問わないですよね。何しろ、お上から税金取られないわけだし。丸儲けよね。丸儲けですよ。うん、でも、その利権をめぐってはね、うん、結局、徳川それを一括して管理してたわけだから、それについての、反発とかっていうのは、特に島津なんか一番強かったところかもしれないですよね。うんうん、今日は、西川如見の本に触発されて、ね、うん、島津のお殿様、うん、
島津義秀。重秀。うん。これがオランダ語と中国語に改変してね、うん、言葉を勉強したって言うんだから。うん。で、鳥を飼うのが上手で、これが今の日本野鳥の会まで続いてくるんだから。でもいい旅行だったでしょ、おそらくね。忘れられない旅行になったと思います。うん。江戸散歩なんか面白くないですよ。もう、その権威を見せつけられるわけだから、徳川の。嫌でしょ、ね。そんな小さい藩でもないわけですからね。今日でもそのね、オランダ好きっていうのかな。うんうん。乱壁。これ覚えて、乱壁は。日本歴史をね、一つの重要なキーワードだから。ああ、そうです。乱壁って言葉は。乱壁ね。うん。ゴチックでポンと打ってやるから。そうなんですか。そうですよ。でも、ある人たちしか許されないことです、ね。そうですね。それはね。まずお金がかかるんだから、驚愕な。そうですよ。そうでないとなれない。で、その、品々も全てが貴重品でしょ。お金がないとね。そうそうそう。いないし、ごくごく許された人の、うん、教養である、うん、ね、うん、道楽だったということなんですね。もしかしたら当時の長崎の人は、まあ、住んでる人はそれを享受できてたかもしれないですね。やっぱりね、オランダのその前線基地がここにあったわけですね、うん。その当時の長崎人は恵まれてますね。そうだな。恵まれてます。うん、生活の。恵まれてます。そう、うん。そんなにアクセスしなくても。そうそう。暮らせたわけだしね。暮らせた、うん。貿易の上がりでね、暮らせたわけ、うん。それよそから来たらちょっと、うん、普通の町ではなかった。歯がいいですよ。すべてが貿易だから、ね、これは。歯がよいよ。自分たちがね、もう、食わせるのに苦労しているのにね。うん、そうだね。この町はと、思ったんじゃないですかね。最後になりましたけども、パンフレットをいただいたんですけども、第73回軽井沢夏季大学っていうのがね、毎年開催されていて、73回だから、うん、これ随分古いですよね。本当本当よく続いてる。ね、これには後藤新平、三富稲造先生、創設された、通俗大学。っていうふうなことなんですけど、うん、言われました、うん。今で市民大学みたいなものですね。そう、今、障害教育っていうのかな。はい。うん、昭和24年に、戦後、戦前からあったらしいですけど、ね、うん、戦後、また再開されて、今時に至ってるってことなんですけども、今度、松尾龍之介さんが、講師として、軽井沢に行かれるってこと、はい、行ってきます。一番、ね、鳥をね、でお話になるっていうこと。踏み絵とガリバー。踏み絵とガリバー。鎖国日本をめぐるオランダとイギリスっていうテーマでね、お話になるっていうことで、ね。これもオンラインでね、ご覧になることができると思いますので、これは、第73回軽井沢夏季大学っていうので、検索していただければ、詳細が、わかると思いますね。まあ、長崎からもね、何人かの方が、はい、講師として、講演なさるっていうことなんですよね。で、東北大学の平川先生という方ね、お話になるっていうこと。江戸時代は、の日本は帝国だったという、ね。帝国ね。帝国。うん、これもなんかね、やっぱり興味深い。そうだね。テーマですよね。ものの見方として面白いよね。うん、独自の見方して。そうです、うん。今回のこの、軽井沢の夏季大学は、割と長崎のことが取り上げられていて、そうです。長崎の純真大学の、宮崎先生という方が、日本人のキリスト教理解と需要の実像、潜伏キリシタンが信じたものは、ということで、講演されますし、長崎県立大学の松尾慎一さんという方も、東アジア世界の中の近代日本ということで、当選の打ち払い。まあ、これも長崎に関することですね。まあ、だから、長崎のをテーマにした。目を向けてくれてるね。そうですね。うん、いや、これもう、二日間にわたってね、この長崎、
のことで、講座が開かれるということでね、まあ、遠い軽井沢ですけど、どうぞ楽しんで。ありがとう。公園旅行ということですね、はい。そういうことで今日も興味深いお話をありがとうございます。オランダ、趣味、好みというか、趣味、ね、趣味ということは。乱壁。これ。癖と覚えて。癖という字、壁というのでしょ。はい。うん。乱壁ですか。うん、乱壁。当時使われてた、ね、使われてた。いや、歴史用かな。でもね、昔から使われてたみたい。これは。ああ、そうです。乱壁大名って言葉、出てくるから。はあ。うん。いわゆるハイカラ好みとか、その、オランダ趣味とかそういうことなんですか、ね、お侍さんたちのあの感覚の世界っていうのは難しい言葉をわざわざ引っ張ってきて作るんだよね。ああ、うん。だから、オランダ語が趣味、趣味の趣の字、趣とかああいう言葉じゃなくて、はい、うん、癖っていう言葉を選んでわざわざ持ってきて、乱壁と読ませるようなところはいかにも、感覚の世界ですよ。ちょっとなんか、冷やかしたみたいな。冷やかした。冷やかしたっていうか。羨ましかったんじゃないかな。うん。これは結局、誰も彼もね、できない。できないことだからね。ある種なんか、特権的なところがあったかもしれないですね。看護婦たちはそれはないですよ。今日はそれを代表する方ですね。島津の殿様。重秀さんについてお伺いしました。うん。ありがとうございました。あ、どうも失礼しました。JOZZ0AVFM お聞きの放送は長崎市民 FM です。